で呼んで。ちょっと電気微妙ですけど、多分大丈夫でしょう。イエス。今日も串刺しにしてやろうか。皆さんこんにちは、こんばんは。39歳、バツイチ独身、人生積んでる、なにわのヒムロックです。いつもありがとうございます。というわけで今日はですね、いつものお店が特定日&寝台稼働開始ということで、今日は珍しく寝台を狙ってみたいなと思います。というのも、まあ6号機っていうのを自分ほとんど売ったことないですし、でなんかあのハーデスみたいな、ハーデスの可愛いやつみたいなの出てるじゃないですか。全く指知識とか入ってないんですけど今から携帯でちょっと見て打ち方とか、やろうかなと。ただまあ取れるか分かんないですけどね。19番という、今日は結構な並びの中なんとかこの番号引けましたんで、第一候補は赤ちゃんみたいなハーデスを行こうかなと。4台しかないんで、もしも埋まってましたら、ディスクアップは全部1ですしね。まあ B 腹はあって5ですけど、まあその方が割高いしな。第二候補は B 腹で行きましょうかね。一応今日はね、ゴッドとかも多分そこそこ設定入るかもしれないんですけども、まあ、ゴッドはね、もうかなり強い根拠がないとやっぱり座れないんで、適当に座ったらね、やられちゃいますから。まあ、第一候補は赤ちゃんのハーデスと、第二候補は B 花ということで、今日は実践に行きたいと思います。それではもう面白いことも言えないので実践スタート。そうですね、
のかい。
お疲れ様でした。まあ感想としましては、まず可愛いですね。赤ちゃんみたいな感じです。ただその一方、悪魔的な要素もしっかりと含んでいまして、自分の隣の台の方はおそらく、設定1なんでしょうね。初当たりが
ほぼ全て天井でした。そうなるとやっぱり2000枚3000枚吸い込む、そんなスペックですね。まあまあ赤ちゃんである一方、悪魔の要素もはらんでて、しっかりと楽しめるような作りになってます。まあ、本当にね、初代ハーネスをしっかりと踏襲してまして、まあ、ワンちゃんに偏られたらもうほぼ死亡遊戯ということでした。今日はたまたまもう運動引き寄せみたいなんでね、なんとか勝てましたけれども、まあ、勝負するときはあの赤ちゃんの図柄に騙されないように、しっかりと根性を決めて座られた方がいいかなと思いました。はい、まあまあ、今日こんな感じで時給は250円ぐらいですね。あー250円、40手前なのに250円。しゃ、よろしくお願いします。ありがとうございました。